こだわりベスト3。さあということで、人はですねそれぞれ違ったこだわりを持っていると思います、うん、今からですね3つのジャンルのこだわりを聞いていきますので、それに答えていただきお話ししていただければと思っております。はい、結構どうですかマーミンとかって、うん、こだわりが強い方だねとか言われたりします？私ね、うん、全くない方。いやそれはね自分ではそうなんですよ。こだわりってそういうもんなの。これねイベルトガールの皆さんにもね、これ実は前回も聞いたんですけど、はい、みんなそうやって言って話していくうちにすげえこだわりあるの。本当に？そう、大体あるんですよ、なので今回は、はい、一応いろいろこれのこだわり教えてくださいみたいな感じで言っていくので、それに対して答えていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、さあまず最初は食のこだわりを教えてください。食のこだわり、うん、食のこだわりは、うん、ほんと強いて言うならですよ、はいはいはい、朝ごはん絶対食べます。おう、それはどんだけ忙しくても、うん、家出る前ってこと？家出る前、うん、なんかお仕事の日は、うん、例えば現場に着いてからとか、はい、用意してくださったりするので、うんうんうん、そういう時は現場で食べたりするんですけど、はい、プライベートの時間がある日とかは、うん、結構朝起きてすぐ食べます。結構なんかね、うん、起きてからちょっと時間経ってから1時間ぐらい経ってから食べるとかはよくありますけど、うんうんうん、急にもうすぐ食べるの？いやもうすぐ食べたい。もうではピピピピピピ止めます、うん、もういただきますぐらいの。いやそんなすぐじゃないけどそれはちょっとねすぐすぎだけど。じゃあ例えばその朝ごはんのこだわりあります？絶対にご飯じゃないとダメとかパンじゃないとダメとか。それはねないんですけど、うん、できればご飯。うん、あそう、はい、珍しいね。なんか女の子、女の子結構最近ご飯嫌いとか言う人も多いじゃないですか、うん、本当にいるんですよ。なんかご飯大好きですよ、ま、女の子に限らず。なんか最近若い人が結構いるでしょ。うん、確かにね。なんか今米粉のパンとかが流行ってるでしょ。だからへえ、あ米は食べないんだけど。そうそう、へえおしゃれその米の消費量をね何とかしないといけないっていうの、うん、そういうのも流行ってるみたいですけども、え、なんかその例えばじゃあ、うんうん、自炊とかします？あ、自炊しますよ。その朝ごはんのためにちゃんと夜準備したりとかもする？うん、あ、それはね、うん、特にこだわってないんですけど。あ、じゃあもう普通に朝起きてあるものでちゃちゃっと作ってとか、うん、そんな感じ？あ、そうですそうです。はー、がその前の日の夜、うん、ちょっと多く作りすぎちゃったものを食べたりとか。はいはいはい、そう夜のうちにもう想像して寝るもんわかります？わかる、わかる、ね、僕もそっちなんですよ。あ、本当ですか？僕絶対朝ごはん食べて家出るんで。あ、よかった。僕は逆に朝起きてご飯作るのめんどくさいから、うん、もう作っとくんですよ。うん、でもすぐ食べれる、温めるだけとかにしといてやる。わ、うんうん、かるわ、ね、食べたいよね。なんか女の子、うん、結構あ朝はちょっといらないですみたいな、はいはい、こう多かったりするけど。いる。え、力出るのって思っちゃって。いやそうなんですよでも何も食べずに家出るのがなんかね、うん、変な感じするっていうか。そうなんかね、うん、胃がなんかねふわふわしてる感じしない？そうなのよ。なんか我慢できないよね。ね、はい。さあということで、まあそれはじゃあ食のこだわりだね、うん、ご飯を食べてから絶対行くという。そうですね、はい、いいですね。じゃあ続いて、うん、家のこだわりを教えてください。家か、うん、家のこだわり、うん、自分の家でのマイルールみたいなね、うんうん、マイルールは、うん、あこれもまたね朝の話になっちゃう、うん、朝起きたら、うん、絶対カーテン開けて、ほう、あのね布団をね綺麗に直す。はあ、なんかえそれカメラがなくても、うん、いやなくてもだよないでしょ家に本当に家にないよカメラ。できてるねちゃんと。あ本当ですか？違う、なんかね見たことがあるの、うん、はい、運気が変わるんだって。あ、そういうの信じるタイプなんだ。そう、そういうの信じちゃう。あ、じゃあそれがやってたから、うん、もうそれをずっともうルーティンでやるようになったんだ。そう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 。はあ。でも確かに気持ちいいの、うん、へえ。なんかカーテンシャーってやって、うん、それなんかカーテンシャーってやった時に、うん、あの太陽に向かっておはようとか言ったりするそれはやってない。それやってない。でもそれ運気上がるよって言われたらやるでしょ。やりますねやりますそうそう。あ、そういう運気とか結構気にするんだ、うん、結構信じる。じゃあ例えばこの部屋には、はい、例えばこ西にこういうの置いといた方がいいよとかあるじゃないですか。ああいうのも、あ、でも知っちゃうとやっちゃうみたいな。
あ、ちょっと気にしちゃうから、うん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 、あんまり知りたくない部分もあるね。はあ、うん、いいですね。例えば北枕にはしないとか。あ、そう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 。あ、こっちってダメらしいよみたいな。あ、なるほどね。そうそう。僕なんてずっとさ、なんかちょっと前に気づかずに北枕してて、うん、変えたんですよ急に。うん、ちょっとあの位置を変えて、はい、そしたら北枕になってて気づかなかったんですよ。うんうん、そしてやたら悪夢見るんですよ。え、ない。え、私北どっちか分かってないけど、うんうん、まあでも今スマホとかで見れるからね。そうだよね、うん、え、ちょっと帰ったら見ちゃうじゃん、やめて。いやいや、あれやった方がいいですよ、北枕とか。本当ですか、うん、へえ。まあでも僕そういうのにも負けないと思ってまだ北枕寝てますけど、ね、強い大事、強い心大事ですよ、うん、便利なんだ、そっちの方が強い。ねえねえ、はい、あるよね、お家によってね。ありますよね、なるほどね。それでもちょっといいな、やってみようかな。うん、結構いいでしょ。カーテンシャ、太陽におはよう。太陽におはようは言ってないよ。布団をきれいにするのはいいね。でもね、さあ、あともうね、うん、家出る前に、うん、じゃあ例えばお化粧したりして、はい、現状維持してから出ます。どういうこと？あ、現状維持、元に戻してから。ああ、そう。じゃあ例えば、机の上には何も置いてないとか。そう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 。ああ、できないわできないわ。そうなの。うーん、そのぐらいかな。別にこだわってるわけではないんですけど。はい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 。そう。じゃあ結構さ、家の中で物がなくなるみたいなことあんまりない？うん、あんまりない。あ、決まってるタイプかな。あ、いいですね、うん、猫ちゃんいるんで。あ、そうか。なんか適当に置いたりしてなんかね、遊んでたりしたらちょっと怖いんで、うんうん、そうだね。そう、そうか、それはあるね、確かに、うん。あー、そうか。なんかね、食べたりっていうかね、うん、そうそう、たまにあるもんな、やっぱ。そうですね、5分前まで触ってたリモコンがどこ行ったか分かんないことあるもんねねえ、ね、たまに本当にリモコンなくなったと思ったら、うん、カバンの中入ってる時あるもんね。本当に、うん、ないけど、なんかたまに入ってる時あるんだよね面白い。よく分かんない。別に汚いわけじゃないんですけどねはい、じゃあ最後ですよ、最後です、行きましょう、はい、最後のこだわり、仕事でのこだわりです。仕事、うん、まあ、仕事行く時とかでもいいですけど、うんうんうん、仕事に向けての意気込み、こだわりとか、仕事中は絶対これをルーティンでやるとか、そういうことでもいいですよ。仕事、うん、そうですね、うん、あの、うん、じゃあちょっと作品の話になるんですけど。あ、いいですね。私ドラマもの、うん、演技系が多いんですよ、はい、で、そのやっぱり今だと、うん、あの奥さん系、人妻系だったりとかが。もうマーミーも人妻系やってるんだ今。もうやってるんですよでね、多いんだけど、うん、はい、結構台本とかに、うん、あのなんていうのかな、奥様用語というか、なんとかするわよ、はいはいはい、何々だわよねみたいな、はいはい、もう書いてたりするんですけど、はい、私結構自分流に変えちゃったりとかよくしてて。あ、はいはいはい、そうそう、こだわりっていうか、なんか演技っぽく見えないように変えたりしてます、うん、それはだから自分が入りやすいようにするってことですよね。そうです、そうです、はい。だって言わないもんね。え、そうなの、そんな言葉、うん、なんとかだわよ、そう、あの子なんとかだわよなんとかざますとかね。そう、絶対言わないそうなんですよ。確かにそれはだから自分で言ってて違和感があるから、うん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 、あくまで奥様の体はもちろん守ってるんだけど。そうです、そうです、自分の言いやすい言葉に変えると。そう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 。あ、でもそれはこだわりというか、もうね、自分の多分ね、うん、もうやり方、それがもう身についてるやり方というか。そうですね、うん、なんかいいですね。やっぱ言い慣れてない言葉だとすごい不自然に見えちゃったり、うんうんうん、ね、するから、うん、そうそう、少し変えたりとかしてますね。結構でも例えばですけども、一人称が違ったりするじゃないですか、そういう役入ってる時、うん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 、それも変えたりする、そのまま。あ、それはそのままかな、うんうん、女の人だいたい私とか、はい、私も自分のこと私って言うから、うんうんうん、マミン、自分のことマミンはねとか何の、そんな言わないでもプライベート言いがち、うん、あ、そう、プライベートでは言うプライベート言いがち。あ、本当ですか、うん、マミちゃんって言う。あ、言うんだ言ってんじゃん確かに言ってんじゃん。あ、女の子結構自分の名前ね、一人称使う人いますもんね。いますね、人によってですけど多分、うん、まあ、外では言わないけどっていうことですよね、はい、そうですね。さあ、ということで今のね踏まえた上でまた作品見るとちょっと面白くなってくると思いますんで、ね、ぜひぜひ皆さんご覧ください。ということで、マーミンのこだわりを教えていただきました。以上、マーミンのこだわりベスト3でした。
セクシーボイス。さあ毎月恒例のこのコーナー、今からシチュエーションを伝えさせていただきます。そのシチュエーションに合うように相手をドキッとさせるセクシーな言葉を言っていただきたいと思います。今回もですね、相手の耳元で言っているようにささやいていただければと思っております。うんうん、今店内でお買い物をされている皆さんをドキッとさせていただきたいと思います。マミはね、初の挑戦ということでそうですね、そうなんです、初挑戦、はい、だから今ねお買い物されてる方がちょうどマーミーに本当に見事に言われてるみたいな感じで言っていただければ思いますんで、よろしくお願いいたします。さあということで、今回4月ということで4月のお題でございます。お題、みんなで久しぶりのお花見、お酒も入って少し酔ってきたタイミングで隣には気になる彼が、みんなに聞こえないように彼の耳元で誘うようにつぶやき、彼のあそこを満開にさせてあげてください。満開にね、満開にさせてあげる、ドキッとするようなね。うわ、でみんなでこう輪になって飲んでんのかな、うん、楽しいね。でバーって気づいたら横に気になる人がいて、うんうん、でちょっと耳元でみんなに聞こえないような感じで、うん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 、ちょっと誘っていただきたいと思いますんで、頑張ってみましょうか。はい、大丈夫でしょうか。はい、さあそれでは行きたいと思います。それではセクシーボイス、マーミンお願いします。はあ、久しぶりのお花見楽しいね。ねえねえ、この後って時間あったりする？なんか二人でじっくり話したことないなと思って、二人きりになりたいんだけど、どうかな。ちょっと酔っ払ってきたし休憩してもいいよ。ん？休憩の意味？そのままだよ。私はそのつもりで来たから。ありがとうございます。そのつもりで来るんじゃないよ。そのつもりだよ。本当に。休憩ってそのつもりでしょ、みんな。いやもう休憩って言われた瞬間に皆さんね休憩いくらみたいな休憩と言わずにね、休憩ってことはステイでしょみたいなねあ、まあそこはね流れにね任せちゃうよね。いやらしいですね。いいですね、ありがとうございます。私はそのつもりで来たよという、ね、そのつもりだよ。ありがとうございました。情景が浮かんだんじゃないでしょうかさあということで、お買い物中の皆さんドキッとされたのではないでしょうか。はい、以上セクシーボイスでした。永瀬まみのリベラジホットボイス、マックスへ新人紹介。さあということで、今回は特別企画でございます。6月にですね、マックスへからデビューする新人女優さんをデビューより前にこのリベラジでお先に紹介するコーナーでーす。すごいでしょ、ねえ、6月のデビューをもうここでもうドキドキですよ。紹介するということでございまして、さあ今回はですね、こちらの方にお越しいただきました。マックスA専属女優の天野かのちゃんでございます。それでは改めて自己紹介よろしくお願いいたします。はい、はじめまして、6月にマックスA からデビューします天野かのです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますかのちゃん、かわいいいきなりどうラジオでね、ね、緊張です。緊張してる？だって全くの初でしょ、こういうのも初です。撮影以外の仕事です。すごい、皆さんほやほやですよ。ほやほやですよ、ね、しかもどうですか、マックスへのね大先輩と一緒にいきなりですからね。いやでもどうですか、ちょっと後輩がまたね、出てきましたよ。かわいい ねなんかこんなに、こんなに本当の新人さん、にこう触れ合うことってあんまりないので。確かにそうかもしれない。そうそうそう、うん、なんか新鮮な気持ちになります。だってね、大体普通ちょっとイベントとかやった後とかそうですね、それで例えばマックスAさんのみんなが集まるイベントで一緒になって初めましてみたいなのありますけど、うんうん、本当に我々が多分もう初会うぐらいの ね、言ったら、うわーちょっとだから今日は特別なんで、はい、皆さんにちょっとね、うん、せっかくなんでかのちゃんのいろんなところを知ってもらおうと思いますので、はい、ちなみに、かのちゃんでいいの呼び方は。はい、かのちゃん、かのちゃ かのちゃんこれね可愛いんですよ、天野かのっていう、可愛いね、なんか漢字の漢字も可愛いですね。そう、天野っていうのは天に普通にので、お花の花にの、
あの漢字ののね、うん、いいです ね花にのでかのって思うんですよ、かのちゃん、はい、ということでございまして、それではですね早速かのちゃんに、うん、ね、皆さんにたくさん知っていただこうと思っておりますんで、マーミン、はい、質問ちょっとね用意してくれたんですよね、はい、はい、なので、うん、マーミン先輩からいろいろ質問があると思いますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあいろいろ質問していくので答えてくださいね、はい、じゃあいきます。3サイズを教えてください。バストが86、ウエストが56、ヒップが89です。おお、いいですね。ちなみに何カップですか？あ、聞きたいね、聞きたいよね、うん、E カップです。おお、ありがとうございますまあこれみんな聞きたかったと思うのよ、多分みんな聞きたかった、これしょうがないもん、ね、僕らから聞けないから、ね、マーミンが聞いてくれた方がありがたいのよ。正解だった？ありがとう、ありがとう、ありがとうございますはい、ということで、うん、デビュー前の今の心境はどうですか？まだ、うん、なんだかんだ実感が湧いてないのもあって、うんうんうん、不安より楽しみの方が大きいです。いいね、そうだよね、実感湧かないよね、うん、そうだよね、だってまだ発売前だもんね。そうです、そうです。撮影は終わったんだよね。はい、撮影終わっていきなり次ラジオってわけわかんないよね確かになかなかでも異例じゃない？だって確かにあんまりないかもしれない。6月にデビューで4月ですよこのラジオ、うん、あとまだ2ヶ月もあるんですよ。そうだよ、だからこのラジオ聞いて楽しみってなってもあとまだ2ヶ月お預けという。いやーすごいね、ユーザーさん絶対待ってるもん。そうよ、絶対待ってますよ、ね、でも楽しみなんだ。楽しみですね。自分でもまだ見てないので。あ、作品もね、はい、そっか、今回ラジオやって次はだから今度デビューした後イベントとかですよ、うん、そうですね、それも楽しみでしょう。楽しみです。いいね、いいね、なんかほやほや、うん、もうなんか何でも横にいるね、先輩にアドバイスとかでもね、ね、もう百戦錬磨ですから本当ですかさあどんどんじゃあ質問いきましょうか。はい、うん、続きまして、自分のアピールポイントを教えてください。うん、なんだろう、釣り目なのもあって、うん、写真とかだと、うん、結構ツンとしてそうな印象って言われることが多いんですけど、うん、はい、実際全然どっちかというと結構抜けてたり、うん、とかボケーとしてるタイプだし、うん、あとなんだろう、動いてる方が可愛いとか、うん、実物とか可愛いって言ってもらうこと多いんで動画でぜひ見てほしいなって思います。でもね、さっきまで僕ら楽屋でね、うん、喋ってた、楽屋はこうマスクしてるじゃない。あ、そうだね、表情はあんま分かんなかったんですけど、うん、今このラジオブースに入ってきたすごい表情豊かよ ね笑った顔が素敵でね、そう、ほがらか、うん、だから僕は逆に今初めてこうね、うん、お会いしてみるから、うんうん、その釣り目できつい印象がまず最初からないっていうか。確かに私もなかった、うん、本当ですか。そうそうそう、うん、マスクの時からだってね、うん、すごい目がすごい笑ってて綺麗な方だなと思いましたよ、ね、目もパッチリで、うん、だから直接会いに来てくださいってことね、うん、そういうことね。でもそれ大事ですから大事、超大事です。大事ですよ、皆さん会いに来てくださいね。はい、お願いしますよ。はい、じゃあ続きまして、はい、うわ、これ言えるかな、イカ納豆ってセクシーに言ってあー出たよこれ毎回ね、これの某スタッフさんがね、これだけは言わせてくださいっていうね企画なんですよ。これちょっと今日お題変わりましたよね。変わりましたね。そうですよね、また違ったんですけどね、うん、直前でイカ納豆でお願いしますって言われて、ね、じゃあちょっとセクシーに、うん、はい、いいですか。一番難しい。いいですか、321でいいですか、はい、それではいきましょう。321どうぞ。イカ納豆恥ずかしいこれね、もう正解が分かんないんですよ、ね、正解は分からない分かんないんですよ。いや、いいですね、でもね、うん、ちょっと照れながら言うところもね、可愛いよねかなり良かったですよ。さあさあさあ、恥ずかしいですよね、うん、それはちょっと先輩のお手本見る。あ、ちょっと待って、ね、ちょっともうやめてやめて、ね、見ましょうか。さあ、それでは先輩のお手本、3、2、1どうぞ。いかなと聞いた？ため息から入るの最初ってとかセクシーですもうほんとやめて、そういう無茶ぶり。さすがですね、ほんとよくないって言いながらすぐやってくれるっていうのもねありがとうございますはいね、じゃあ続いていきましょう。はい、初めての撮影はどうでしたか？うん、あ、もう緊張で、うん、頭真っ白になっちゃってて
だ結構なんだろうもう、うん、流れに任せて気づいたら終わってないみたいな感じです。でもやっぱりデビューの方ってみんなそうおっしゃいますよね、うん、そうだね。なんかあのあんまり覚えてないとか、うん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 、でもなんか楽しかったの覚えてるとか、うん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 、そういう感じですよね多分 ね、 ね楽しかったです、うん、あっという間だった。あっという間でした。マミとかどうだった覚えてる？デビュー、うん、覚えてますよ、うん、覚えてるけど、うん、私ちょっと経歴不思議じゃないですか。はい、あのねはいって言っちゃった僕も、うん、そう、はい、そのそもそも昔にやってたイメージのお仕事があったので、そうそうそう、うん、だからもともと一応そのなんていうのこの業界っていうかにはいたから、そう、うんうん、そうなの、うん、だからなんだろうなその感覚で言ってたんですよ。確かにね。でもやっぱ、うん、何が一番緊張したって、うん、全裸になったことはなかったから、そうね、そこが一番緊張した。確かにそうか、うん、でもやっぱりそのやっぱ緊張してる彼女ちゃんだってもう初めて、うん、例えばね撮影で脱いでた時とかめちゃめちゃ緊張するじゃん、うん、しますします。でもその緊張してるのがファーストはいいんだよねって言いますよ ね、 いいよね。だからそれでいいんですよね。はい、逆にねファーストからね、うん、あどうもみたいな感じで抜かれても困るからねやっぱり。確かにそのね恥じらいというか。恥じらいがいいんですよ。もう楽しみでしょうがないでしょ、ね、みんな。もう皆さんもうだって覚えてないやつを今からじっくり見れるんですから皆さんね。そうですよ。最高ですよ。はい、はい、じゃあ続いて。続いて、うん、かのちゃんはどんな女優さんになっていきたいですか。うん。もっとエロさを磨いて抱きたいって思わせられるような女優さんになりたいです。あららら結構言いますね。抱きたいって思わせるように、思わせたい、大胆、すごいね。あんまりなんか思ったより大胆ね。びっくりした。今までの質問気使ってたけどなんか全然言ってよかったね。下ネタ好きです。下ネタ好きなんだ。下ネタ好き。はあ、抱きたいって思われたいんだ。思われたいです。はじゃあ どっちかっつったら M？ わ、めちゃ M です。でこれあれでしょ、今からね、うん、作品どんどん撮っていくにつれて、うん、M 以外のこともね、開花しちゃいそうじゃない？なんかそんな感じする。ポテンシャル高いかもしれないよ。高いよ絶対。絶対だから多分その、うん、その作品によってはまたちょっと違うところを新境地開拓していくみたいな感じだよね。じゃあさ、エッチなこと好きなんだ。男みたいなこと聞いちゃったよ。ありがとうございます。僕ら聞けないから。ありがとうございます。ちょっとねマーミーがおじさんみたいな質問、ごめんなさい。すごい聞きたくなっちゃった、うん、今おじさんに見えたもん一緒に。エッチなこと好きなんだって 横に座ったおじさんに口説かれてる人みたいになってたよ。ちょっとねちょっと良くなかったね、うん、いやでもいいよね。でも嬉しいよね、堂々とそうやって言ってもらう方がね、うんうん、良かったりしますから、ね、はあ、いいね。じゃあ皆さんもねぜひ作品最初に見て抱きたいと思って、うん、いただければめっちゃ嬉しいですね。嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。いろいろねちょっとかのちゃんのことがね、うん、皆さんも分かったのではないでしょうか、うん、ということでございまして、それでは最後に店内でお買い物されている皆さんにもう一度自己紹介と PR をかのちゃんお願いします。はい、改めまして6月に MAX8 からデビューします天野かのです。6月10日に秋葉原でデビューイベントが、うん、あ、もうやるんだ。はい、いいじゃん。楽しみ楽しみ。うん、うん、なんかあれは、はい、SNS とかもやってるの？はい、Twitter と TikTok やってます。おじゃあそちらの方で皆さん今すぐ登録していただければと、はい、ぜひ見てくれたら嬉しいです。はい、はい、ということで皆さん何回でも言います、天野かの、天野かの、天野かのをよろしくお願いいたします。お願いします。ということでかのちゃんありがとうございました。ありがとうございました。以上 MAX8 新人紹介のコーナーでした。永瀬まみのイベラジポッドボイス、永瀬まみのお悩み相談室、みんなのボイス。ここからはツイッターやメールで募集させていただいた皆さんからのボイスを紹介させていただきます。たくさん送っていただきありがとうございます。いくつか皆さんのお悩みを紹介させていただき、私永瀬まみが解決していきます。まずはこちらのお悩みです。ハンドルネーム M-GB さん、まみこんにちは。僕は趣味があまりないので普段からストレスを溜め込んでしまいます。マーミンおすすめのストレス発散方法はありますか、というお悩みです。ありがとうございます。そうですね、ストレス発散
ね、難しいですよね。難しいけど私は、お酒を飲むのが好きなのでお酒を飲んで楽しい時間を過ごして発散しています。あとはお風呂に浸かること、お風呂でゆっくり汗出してよく寝ることですかね。多分ストレス発散って本当人それぞれなので M-GB さんに合うストレス発散方法がどうか見つかりますように私は本当お酒飲んでリラックスしてよく寝るをしています。はい、ということで次のお悩みに行きたいと思います。ハンドルネームむねくんさん。来月彼女の誕生日なのでサプライズを考えています。ですがいつも何をやってもうまくいきません。どうすればいいですか？はい、サプライズ、彼女さんお誕生日おめでとうございます。そうね、サプライズ、でもサプライズじゃなくて例えばその彼女さんに直接聞いちゃう。 何したいとか、なんかプレゼント何欲しいとか直接聞いちゃって一緒に誕生日を作っていってもいいんじゃないかなって思います。サプライズってなるとね結構あこれ喜んでくれるかな、あれどうかなどうかなっていろいろ考えちゃうと思うので素直に聞いちゃっても女の子は嬉しいと思います。うまくいきますようにはい、続きまして最後の質問ですね。ハンドルネームアメリカンジャーニーさん。永瀬さんこんにちは。人前で喋るのが苦手です。先日も友人代表のスピーチで大緊張しました。緊張を和らげるアドバイスをください。はい、緊張を和らげるアドバイス難しい。私緊張しいなんですよ。私もすごいね、こういうお仕事を何年してても顔も赤くなりやすいし緊張しなかなか治らないんですけど、そうだな、なんだろう、うまいアドバイスできるかな。でももう何、とにかくその場を楽しむってことを前提に失敗してもいいので、あとはやっぱ小さい頃から言われてるみんなを野菜だと思うとか本当緊張しそうになったらもう人の顔を見ずにその場をとにかく楽しむってことを私はしていますアドバイスになったかなね、お互い緊張しいなのでこれからも頑張っていきましょう。ということで皆さんたくさんのお悩みお寄せいただきありがとうございました。以上、永瀬まみのお悩み相談室、みんなのボイスでした。永瀬まみのイベラジホットボイス。さあ、ということであっという間にエンディングになります。まみいかがでございましたか？はい、うん、ね、楽しかったですシンプルに純粋に楽しかったです。なんか初めてだとはさすがに思えない。まあもともとマーミー別にね、トーク上手だから、うん、本当に、うん、ですけどやっぱりなんかラジオも初めてな感じはしなかったですね。そう、初めてでした、うん、嬉しい、ね、楽しかったです。いや、よかったです、楽しんでいただけて。はい、こういうなんかね、いろいろこう一対一でこうね喋、うん、って、しかも企画も盛りだくさんみたいな、うんうん確かにないですからそうですね、はい、マーミンファンの方もねかなり楽しんでいただけたんではないでしょうか、ということでございます、はい、さあ、それではですね、最後に店内でお買い物をされている皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、改めましてマックス A 専属女優の永瀬まみです。今日このイベラジで私のことを初めて知ってくださった方もいるかもしれないので、ぜひぜひマックス A コーナーにて私の作品をぜひ手に取ってみてください。よろしくお願いします。はい、すぐもうゲットしてくださいね、皆さん ね、はい、ありがとうございました。はい、さあ、そしてイベラジホットボイスでございますが、皆さん1年間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました、うん、ということでまたね、ちょっと違う形で
お会いするかもしれませんので、またまたお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、皆さん引き続きお買い物をお楽しみください。お相手は私永瀬まみとシャバダバ富士でした。バイバーイ。